ただいまよりジャパングランプリ2022決勝戦を行います。選手入場。選手をご紹介いたします。皆さんこんにちは。本日解説を行います、履正社スポーツ専門学校ソフトテニスコース監督の高井です。よろしくお願いします。日本のまた世界の皆さんこんにちは。香川県尽誠学園高校男子ソフトテニス部監督の森博明と申します。本日ジャパングランプリの2022解説を高井さんと共に行います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。いや、いよいよ決勝戦ですね。そうですね、もう一面進行でやってますけども、もうあっという間の7対戦目ということで、会場も非常に盛り上がり、また心地よい緊張感の中で非常に楽しみですね。はい、まあ、天皇杯とね、今年度天皇杯と決勝と同じ顔合わせと、うん、そうですね、はい、いうことになりましたが、はい、まあ、今までの試合ぶりを見てどうですか。そうですね、まあ、前回2年前のジャパングランプリは地元選手とそれから丸山選手が組まれていて、うん、で優勝されたんですけども、1回戦ですかね、上松さん、船水上松ペアと当たって、うん、それは 5-0 だったんですか、ね、圧倒的にその時は勝っていってましたけども、ちょうど大阪でやってた大会ですよね、はい、で今年の天皇杯は、まあ、それのリベンジといいますか、まあ、ペアが、ね、変わってますけども、うん、はい、まあ、本当に今年を代表する2トップといいますか、日本を代表するペアがやっぱりここの場で見れるというのは楽しみですね、はい、まあ、テニス的にこう戦術戦法どうなっていくのかというところも含めて本当にこう楽しみがいっぱいですけども、はい、まあ、そうね、決勝戦はねちょっと特殊、オリジナルルールというところで5ゲームのマッチの3セットマッチと、なるほどなるほど、いうことになっているので、その辺も多分、まあ、作戦選手作戦ね、戦術などが変わってくるとは思います。まあ、その辺もね注目して見ていただけたらなと思います。うん、そうですね。その感じいいですよね。セットでやるっていうのはやっぱりより駆け引きが見れますし。ただ、ね、2020の時はもう、一応セットカウント 2-0 で、うん、決勝戦終わったと、なるほど、いうことになっているので、まあ、長引けばねファイナルに。うん、が3回あると多分ずいぶん長くなるかなと。そうですね、うん、まあ、体的な負担としても、まあ、9ゲームマッチで3試合目ですので、うん、まあ、そこまで皆さんトレーニングをねかなりされてると思うんで、まあ、ここまでね、そう、ファイナルゲームが一つもなかったのかな、うん、そうですね、うん、さあ、まあ、サービス的にはカットサーブを行ったり上からということも、ね、いろいろ状況を見て、うん、いろんなペアが今日変えていってましたけど、眼光陣の形で入るのか、お互いねどちらかといえば眼光陣のメインのペアなので、うん、そうですね、うん、まあ、先ほどの準決勝でいうと、もう上岡選手丸山選手が林田柴田ペアに対してとにかくもう先手の畳みかけるテニスをしてましたけども、うんうん、丸山選手が甘いボールをことごとく勝負にいってましたね、うん、まあ、甘い、そんなにね甘くもないけどね、まあ、まあ、そうだね、うん、簡単にやっぱり叩くからそうですね、甘く見えるところもあったっていうのもあるんですが、うん、2年前の時のジャパングランプリが根水選手のつなぎに行くボールを丸山選手が勝負早く叩いてたという感じが動画を見た時にはあったんで、そうですね、うん、まあ、ただねそれ以降インドアの対戦でも根水上松の方が
最近は勝ち越してる状態なので、うんうんうん、あとこれですね。初めてのこう経験でしょうしね、このまあまあ上岡丸山はまあ対戦してたから一応ね5ゲームマッチの3セットっていうのは経験してますが、いや一時期ね、あの高校生の全日本中学大会でも一度だけあの決勝戦を5ゲーム3セットマッチでやりましょうっていうのがあったんですけどね、うんうん、そういうのが増えてくるとよりこう見る側にとっては、うんうん、大会によってね、あの変えていくのもいいかもしれないですね。はい。最終ゲーム目でカウントが強いですね。上から行きますね。まあ、その時リズム悪くないんで、上からを選択した感じですかね。スマッシュは積極的に、そうですね、1本目丸山選手ですね、クロスかどうするのかなと思ったらちょっと様子見から入って、うん、ゼロツーになって、でもやっぱり次ゆるボールスッといったんで、やっぱりさすがですね、下上からなんでレシーブ打った次の上岡選手のストロークが一つのポイントですね、この次のボールですね。うん、いいですね。まあ、最後失点したその一つ前のボールも深いボールやったんですけどね、丸山選手ちょっと狙いに行ったところ藤口選手がちょっとうまいこと外しましたね、うん、3、1、はい、1個前のね、その上岡選手のローブも深くて、そうですね、コースもすごい良かったから、うん、やっぱり難しいですよね、コース、まあ、きついところに打ち返すのが、ね、上松選手があのボールを狙っていくとは思うんですけど、今、うんうん、もね、一瞬追いかけたけど、ちょっとやっぱ、ね、うん、深すぎたというか、まあ、ゲームも若いしっていうところあるかもしれないですね。って言うてる感じが天皇杯の決勝戦でもすごかったんですよね、うん、上水上松ペアは、そうね、そうね、やっぱりこのここにかけてくる感じがやっぱり気迫は ね、 そうですね、出てくるね、やっぱりこう、ね、自然と出せと言って出せるもんじゃないから、うんうん、乗ってくるんでしょうね。さあ仕掛けをこうどう丸山選手が早くしていくかっていうのが一つポイントかなと思うんですけど、ちょっとね、船水選手ちゃんと振り切ってあまり前衛を気にせずにいけてるので、うん、もうちょっとこう気になる後衛が気になる動きをしていきたいところかな。サーブをどっちからいくかですね。上からかカットだ、はい、5、0、1、はい、で船水上松は後ろ下がる感じかな、うんうんうん、うまい、うん、
ほとんど見せらんな。今のもやっぱりスペース、予備動作入ってスペース見ながら、うん、やっぱり触った後にちゃんと足で運んでますよね。うんうん、ね、足止めるとどうしても、そうなんですよね。ネット引っかかって動いたり、そう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 、やっぱりそうですよね。うん、あのボールがすごいいいんで。なるほど、そう、一つ前のボールがあるのかな。なるほど、真ん中ずらした後にちょっとフォロー気味に入っちゃってるんで、あれをそうですね、前詰めれてずらした次のボールでスッと絡む展開にしたいですよね。あのボールがこういう前に打っているような、打たせるようなポジションにはなってるんですけど、言うしかないね。うん、ただね、本当ちょっと意識してないと、そのゲーム差とかちょっと勘違いするとね、またそういうのを試合運びにだいぶ影響するので。なるほど、3セットマッチなんで、そうそうそう、普段さっきまでしかも9ゲームと。そうですね、いい形ですね。その点考えると2ペアともやっぱり積極的に前も仕掛けて後衛もこう今みたいに仕掛けていく展開につながっているのかなというのは、うん、今のがいい意味でいい長さだったですね。ちょっと短く入ったボールをスッと追っかける形から裏張りしたんで、もう一回そういう上岡選手を初球に対して合わせたいですよね。この上岡選手が前に来たこの後のボールですね。そもそもね、今の前に詰める時のボールのコースのきつさ、うん、ああいうボールをやっぱり つなぐのか、うん、こう丸山選手とこうどう仕掛けていくのかっていう、うん、そこをやっぱり、まあ、何気なくやってないと思いますけど、そこを逃さないですね。さあレシーブ、これ見ものですね。ああこれはセカンド攻めれますね。ああ OK、 思い切ってた。いや上川先生、やっぱあの辺のボールをやっぱコンパクトにというか、うんうん、触れるようにというかですね、あのボールがやっぱ振ってラケットボールが沈むようになってきてるんで、ちょっとね、本当天皇杯からなんだろう、一つ自信をつけたというか、うん、そうです ね、 ね、今日の試合1回戦準決勝見てもちょっと一皮むけた感じが、うん、安定感というか凄みが増してますね。今のもやっぱりその前に上岡選手がいいボール打ったんで、うん、足元のボールをだからやっぱりそこを打たさないように上がってくるところをシンプルに行きましたね。そうですね、この3球目を上岡選手の配球が、あ、ここはサーブから行きたかったですね。さあこの3球目、また5球目をどうするかですね。山選手らしいプレーでしたけども、そこがね、取りきれない。うん、ここなんとかね、こうセット取られるのはいいとは思うんですが、ゼロで取られるのとね、また1でちょっと1回しっかり取り返していくのとは全然違うので、そうですね。うん、まあ、次のセットのためにもなんかこうね、仕掛けをして1ゲームは取り返しておきたい。逆に仕掛けてきたのが船水です。
そうですね、うん、前に詰めてきて、うん、さあここで国水上松がミスなくできると差が広がっていく可能性が高いですね。あの辺のところの見切り方というか、うんうん、外側がないなと思った中での真ん中張りというか、ああいう取り方すると読まれた感じがしますよね。逆にね、考える打った方は ね考えなあかんから、次から。ああ、次はカットになりましたね、うん、そうそうそう、上からだったら足元攻めれる形にはなりましたけど、うん、タゴはダブルカットであったとしても、やっぱ2回続けて、あ、上からだな、このストローク2回上岡選手攻めれますからね、これとその次と、うん、そうですね、こういうのね、しっかりと、ね、この1本ですよね、これは生かさないとダメですね。ここで上松選手のサーブが、うん、ファーストね、入ってくるか入ってこないかで、またそうですね、と上岡選手が2回攻めれる形になりますから、これも足元行っちゃってもいいですけどね。うん、そういう形になっちゃう、ラッキーだな。これはサイドアウトか、サイドアウト、うん、これは大きいですね。さあカットから前に詰めてくる形で取ってますから、高さつけたいですけど、ちょっと浮いたな。いや、今のもね、タップサーブやって1本目の上がり方と今のと変えてますよね、うん、今のは上がらないふりしてましたけど、うんうんうん、そこからスッといってたんで、上がらないと感じてちょっと浮かした、深めにね、これ前スッと打った中で、うん、あの詰め方ですから、本当にまあ、国際大会でいうとそういう駆け引きが常にあるんだと思いますね。うん、今よく行きましたね、うん、よく前詰めましたね、一つ前だね、うん、ここなんとかね、一つ返しておきたい。そうですね、ここのこれね、このまま、カットで来ると思うんですけどね、上からだった方がしやすいかな、上岡選手は。そうですよね、やっぱカットを選びますね。まあ、もうちょっと開けてもよかったな。ああ、そうなんですよ、そういう間だったんですよ、ああ、もったいないな。なるほど、これセットカウント1-0か。そうそう、ずっと言ってるやん。そうだそうだ。いや、そうですね、今ちょっとまあもう一つ開けれたな。ここはね、まあ、朝ちょっとね、上岡選手に本当にあの1試合目の時もちょっと言ったんですけど、感触が本当に良くなったなというか、あのいい感じやったなという話をした中で、やっぱいつぶりとかっていう話した、水のオープンぶりですとかって言ってね、水のオープン2年前ですかね、うん、2019年か、20年か、2020ですね、年やけど、でその時、うん、なんかそのメンタル的にあのすごい良かったっていう感じがあって、うん、で今年の国体の時からあの非常にこう攻めな感じにこう慣れたみたいですね、うんうんうん、まあ、ダブルスが、まあ、佐賀で、ね、あの出てたんですけど、栗山君ということ組まれてたんですけど、非常に、攻めの感じが自分の中で できてとかって、そういうのがこう自信になったって言ってましたね。でなんかいろいろとこう生活的なことも話してくれたんですけど、うん、引っ越ししたらしいです、お上岡選手、最近、うん、今年の9月10月ぐらいに
それで大学の頃からずっと住んでるところからちょっと環境を変えて、うん、でやったのはやっぱりすごくこう心持ちが良くなったというか、うん、それはやっぱ言われてましたね。それから上宮のこうトレーナーさんで、ね、溝口さんというすごい素晴らしい方おられるんですけど、綿球ステーマにも関わってて、はい、今回日本リーグ2位やったんですけど、うん、溝口さんとやっぱりいろいろ相談しながら、こうなんかこう何もしてないといろいろとこうテニスのことをこう考えちゃって、はいはいはい、うん、やっぱ結構マイナス的な感じになっちゃうんですけど、なんかそういう相談をした時に何かしらこう予定を入れて、ずっとなんかしてるようにスケジュールしてるんですって言って上野選手言ってましたね。なんかテニス以外の予定をたくさん入れながら、うん、だからその辺のところをやっぱり心的にも自分の中でこう、うんうんうん、安定してきたんじゃないかっていうかと言ってましたね、うん、だからやっぱりこう一回負けちゃうとやっぱずっと沈んじゃうんですっていうか、やっぱトッププレイヤーでもねやっぱそういうことを思うんだなと思って、うん、まあね、そういうふうに自分がねどういう特徴があるか自分で知って、うん、そうやって調整をするっていうのはもう ね、 そうですね、どのレベルでも絶対大事なことなんで、なんかやっぱ常にねこう新しいことチャレンジしてないとやっぱ現状維持は対価と一緒ですっていうことは、うんうん、上郷選手言われてたんで、まあ、まさにそうだなと思ってね、うんうんうん、さあここからまたどう組んでいくかですよね。まあね、一つ前のセットを生かしてやるのかガラッとまたね変えてこう、うん、試合展開を作るのか。そうですね、何かねやるとしたら上岡丸山がペアが何かを仕掛けてきて、まあ連続的に丸山選手がこう仕掛ける形というか、うんうん、やっぱ初球のボールをいかに狙うところに立ちに行けるかというか、うん、ちょっとね勝負 今まで以上に早い段階でポーチに行ったりとか、うん、 うん、するかもしれないですね。試合はやっぱそういう形になってたんで、うんうん、まあ、当然そういったことも頭に船水選手も入ってると思いますけど、うん、ただ丸山選手が足を止めずにもう4回続けて勝負行くぐらいにしててほしいですね。やっぱりそうですね、やっぱそう、そういう形を、ね、取っていかないと、ね、もうね1セット取り返す、まずはね1ゲームか、うんうん、1ゲーム取ればね何かリズムも変わると思うんで、そうですね、あとはもうシンプルにサーブの確率を高めないとダメですね。そうですね、レッド OK、 さあもう1回だな、サーブから上子選手が2回ストロークで先手取らないとダメですね。さあこの後だ、わーし、やっぱりねそれが多分早い仕掛けをしてくるだろうっていう、うん、そうですね、うん、そのからそれは船水選手の頭の中にはあったと思いますね。今あった結果ちょっと早打ちだったんですけど、うん、1本目出て、うんうん、ここもシンプルですね、サーブの確率ですね、前詰めて上岡選手が2回攻める形したいですね。さあ開いる、ね、ちょっとしたところ、いや上野選手今のなんかやっぱり思い切り叩きたくなっちゃう、はい、まあ高校生の普段見てますから、うんうん、ですけどやっぱり緩めて深さ出して、そうね、決まったらいいし、いやね、あれやっぱ高めの軌道で深くくると返しにくいんですよ、うん、決まらなかっても次ちゃんとね、うん、厳しいところには返しづらいボールをちゃんと打ってるんで、若いゲームの時足元行ってますからね、あ、来ましたね、これね、おお、アウトか、なるほど、まあでもそういう形でしょうね、うんうん、やっぱ1本目カットで取って2本目平面的な早打ちで上水選手ミスしてますから、うんうん、やっぱりワンストローク丸山選手失敗した次バック狙いどころでしたから、うん、そうですね、ただもう一回ここを動き落とし穴作って狙いに行かないとダメですね。これは初球が厳しいですからね、そうですね、これだけはきついですね、これはここからは対等だ、ちょっとねこのバウンドが高いやつにさっきから
そうですね、合ってない感じがね、ちょっと上ずっちゃうんで、うん、低く入れるように、またボールの通過点ですね。さあ、ただ通過点を作ってフットワークしていくと ちょっと途中で止まってますねさあ、これはレシーブした後の仕掛けが確実に上松選手が出てくるところなんで、そうですね、緩めますね。まだ良かったですね、良かったというか、今のもう一回公演前に緩めても良かったんですよね、船水選手は。ただやっぱりそのこのゲームでいうと、やっぱ4本目クロスカーのロビングをすっと狙われたんで、丸山選手ミスしましたけど、それが印象にあったかもしれないですね。ただこれ足元のレシーブは可能性としてはありますね。あとは上岡選手のやっぱ1本目初球か2本目のボールを上松選手がやっぱフォアボールで狙う可能性はありますよね。うん、やっぱそこですね。もうね、持っていく、触らせるのと、ね、前衛が浮いたら決める、ワンセットでね。今のところはやっぱりそうですね、上岡選手のところに打つと、やっぱりもう一回、船水選手がクロスの場所で打たないとダメなんで、うん、だからこのレシーブも工夫して、上岡選手にいい場所で打たしたくないですよね、そうですね。さすがですね。うん、さあ面白くなってきましたね、このゲーム、うん、さあストローク的な形で言うと、船水選手をクロスの場所に置いてどう攻略するかですね。ここから上松選手が前に来た次とその次のボールですね。それで丸山選手が絡める形、この辺はあしらいながら、さあギアアップのボールを上がってくる段階で2本ですね。難しい。いくね、そうですね。すごい。何本か数えました？数えてないですね。まあ、ワンストロークで上がってくるポイントやな、そこあれね、不思議なもんで、こう後ろで全員ストロークやると。2、3本以内に上がらないと大概下がってる方が取られますね。まあやっぱり上松選手ですから、ね、それでも、それでもそうなっちゃう。だここはでもやっぱり、シンプルにサーブですね。サーブと突発的にそばっかり来る可能性がおらなかった、うん、これな、わあ、やばい、これ大きいな、上岡丸山にとっては。そうですね、うん、大きいきっかけの1ゲームは攻めれたですよ、流れの中では、うん、行くもしくは回せるレシーブも可能性としてはありましたけど、うん、まあ、まだいいかなという感じかもしれないですね、うん、さあ1ゲーム取るとやっぱり一息いい意味でつけますから、うんうん、ちょっと落ち着いて一個ね余裕持ってやれると思いますね。いろいろ仕掛けもできるから。例えばキーワードとしてはやっぱり丸山選手がやっぱ仕掛けることがベースに基本的にはならないとダメですよね。だから上松選手よりやっぱ先に出る、まあ、触りに行くと、うん、やっぱそういうところに立たないとダメですよね。ただまあサーブレシーブの精度にもよると思うんで、うん、2番0番さあ返球返してその後ですね、今の上がり方もね、ちょっと打ってそこからギアアップ、緩急がね、うん、そうですね、
おー、いい回転のボールですね。どうしてもね、やっぱりインドは独特の。いや、やっぱりそんだけやっぱいい回転のボール、いい質のボールが飛んでますよね。ラム・フリミ選手で、あの、ビッとこう差し込まれる形になりましたから。さあ、このサーブですね。ちょっとレシーブが浮いたかな。ちょっとね、本当になんとか上岡丸山はこのセットを取らないといけないというプレッシャーもあるでしょうから、まあ、サブレシーブ絡みで、そうですね、これカット、カットだな。さあ、しのいで、2回頑張ってしのいで平って、ああ、そうですね。やっぱ動き、ポジション取りがいろいろ駆け引きがありますよね。でも、やっぱりね、打つ瞬間に見ちゃうよね。やっぱこう無言のプレッシャーというか、やっぱそうですね。甘くなっちゃうと叩かれるんで、叩かれちゃいますからね。より厳しいところ狙うっていうのは、これ当然心理としては出てきますね。これはちょっともったいない。ちょっとボールを見ずに、多分上松選手の動きを見てたな。ここまず一歩ですね。ここやっぱあっさり行かずに、まあ開けてもいい、良かったですけどね。おー、ナイス、アイキュー。いいレシーブでしたね。やっぱその前に、あの、返球ネットかけて、でもその後にこのやっぱ返球するやっぱりレベル高いですね。さあ、このレシーバーですね、2人でレシーバー上岡丸山ペア拾っていきたいですね。そこはね、もうコートカバー力2人ともフォローと、そりゃ厳しいとこ厳しいとこ狙おうってなってミスを誘う、やっぱその守備的なところで点数を取れるっていうのがやっぱ本当強さですよね。点が入らんもんな。やっぱプラス1点がね、やっぱちゃんとプラス1点にならないと、気持ち的にはきつくなってきますから。ただまあワンオールなんでね、1セット目のことを考えずに、もう一回サーブレシーブ集中ですね。そうですね、もうやっぱりああいうしまった、やっぱりいい形ですよね。もう一回そういう形作りたいですね。上岡選手はやっぱりボールちょっと前に置いて打ちに行ってる時のボールでいうと、やっぱりよく沈んでるんで、球際というかヘッドギアがすっと沈んでるんで、深いボールに対してとか緩いボールに対してはまたあれですけど、もう一回その形、この次のボールだな。リズムきましたね。その前のちょっと何ですかね、短めのボールというか、上岡選手がパッと打ちに行ったボールがスッと沈むと、やっぱりストロークのリズム出てきてるんですよね。ああいう形になると本当にあの丸山選手がしやすい形になってきますよね。ですからここで言うと、やっぱり、この上岡選手からのストロークで最低でも2オールですよね。本当なんですかね。あ、で打つか先手取れる形になりますね。そうですね。やっぱり先ほど言いましたけど、コンパクトに打つボールでラケットをコンパクトに振れて、やっぱリズム上がってきますよね。その点ね、ちょっと船水上松ちょっと
こう様子見なのかな、これは作戦的に植松選手もね、うん、そこまで積極的に、ねね、仕掛けずにこうちょっとポジションで、そうなんですね、うん、ポジション取りだけしっかり取って、ゲーム数とかではまた違うんで、そういう意味ではちょっと動きを変えてるかもしれないですね。さあここでこの形で1点取って3番、さあこの形を、いや面白いですね、やっぱ陣形いろいろ変えながらやってるんでね、ちょっとね目まぐるしい駆け引きがね、もう本当に。さあここ丸山選手、そうですね、良さが出てきた、そうなんですよね、で今の船水選手の中ではどうなんですかね、やっぱ駆け引き的に、やっぱ取られた後クソっていう感じがあったんで、こうはめられたなのか、やっぱ自分のレシーブの精度がちょっと甘かったんでクソなのか、どっちだろうな、上川選手がやっぱりストロークのリズム上がってきてるんで、ただやっぱ次のレシーブゲームで、船水上松ペアがサービスになりますから、うんうん、そこでやっぱカット系でリズム崩したいですよね、うんうん、そこの船水選手からのカットサーブを2回、まあ、最低でも1ゴールの形で上松選手の上からのサーブだったらカウントが3-1で越せる可能性は出てきますけど、うん、最初の1本目だな。さあお互いいろいろ戦術を考えてるが、ね、ちょっと探り合いというか、ここです。このサーブからのレシーブを頑張りたいですね、うん、頑張るっていうのは漠然ですけど、これをやっぱ沈めたいですね、足元にね、 OK ですね、わーい、やっぱレシーブ返球返して次のボールが足元に沈める形が作れば、うん、やっぱそう簡単にはね、上岡選手がやっぱリズム良くなってきてるんで、うん、船水上松ペアとしては厳しいですね。さあここの返球で、さあ上松選手が動きをつけていくのか、基本的には反面にして船水選手がブレーロゴで叩く形でずっとやってるんで、うん、そうですね、そこはやっぱ徹底しますよね、うん、そうなんですよね、ああいう形があるんで、あれが上松選手は入れ替わって取りに来るのか、あの形か、あの形だったら次どこに返すかみたいなところを今の上岡丸山ペア的に決めてるといい失点の形にはなったと思うんですけど、さあもう返すね、あ上からじゃないですね、下からだな、さあ返してから2回だな、その次だな、 OK、はあ、ちょっとね長いラリー、まあまあ中盤といったらあれやけど、いや長いラリーになると、どうしたの、大丈夫かな、顔に当たったんかな、いや上岡選手が2回目の右ストレート打った時のあれが、はい、やっぱねすっと沈んで打ちにいってるんですよね、あれがやっぱり状態の良さというかですね、ですね、ですね、やっぱり良くないときはあれはやっぱりゆるボールでこうね、やっぱり取られないように配球してた時期もやっぱあったんで、うん、ちょっとね、うん、一時期こうショートクロスとかロビングとか、うん、うん、多分ショートクロスとかも結構ね上川選手ちょくちょく試合見てると入れたりするんですが、でもそれよりやっぱ今の形で点数取れてる方が、うん、後々はいいですよね、どっかでねこう入れてくるかもしれませんが、うん、あの形は良かったですね、ただその後の船水選手のバックの切り返しも良かったですけど、うん、一つ一つがねやっぱこう、もう見逃されへんけど丸山選手も良かったですね、全部のね話できないんでねこっちも、うん、さあ2-1の2-1リードで、さあちょっとボールが当たったんで、うん、ワンクッションですね、やっぱりここの、 時間の使い方というかそういったのもやっぱり注目じゃないかなと思いますね、
やはり今日の朝から会場を来させてもらって、まあ、NTT の選手たちともお話した中ですけど、やっぱもう30分、40分ぐらい、まあ、大きいバスタオルを広げて、まあ、ストレッチ時間かけて、うん、そうですね、まあ、ほとんどの選手がやっぱそういった形取ってて、まあ、こういう船見選手のちょっとしたあのストレッチとか、本当に全国のソフトテニスファンの皆さんもプレイヤーの方々も十分参考になるんじゃないかなと思うんですよね、うん、そうですね。だからその辺がやっぱりね、パッとこう見に来てもう分からない部分、そうそうですね、素晴らしいプレーのこう裏側というか、うん、本当にこう地味なところというか、やっぱ NTT の選手なんかやっぱ靴下脱いでやっぱ指の間ほぐしてますからね、うん、やっぱそういうところも、うん、本当にちょっとしたことですけども自分の体のメンテナンスも含めて、ね、やっぱね、長い選手みたいな息の長い選手が当然活躍されてたりとか、その土台とかやっぱありますよね。でもアップ的なところもね、上岡選手も朝のアップで体をほぐした後ダッシュ系も入れてましたし、うん、うん、そうですね、本当に今回出れてないですけども、全日本シングル行った時も東邦ガスのね、うん、地元の東邦ガスの中川選手とか安藤選手なんかも、コーン並べてマーカー並べて、はいはいはい、大友選手もね、ダッシュ系入れたりとか、本当にどこのチームも、まあ、そういったね意識が、うん、そういったところがここ、まあ、まあでも本当さらにかな、ここ、うん、4,5 年高まってきた、よりそうですね、うん、まあ、あとウォーミングアップとね、やっぱそのダウン、まあやっぱそこをねうまく、特にそれこそまあ、小学生、中学生、高校生なんかは、うん、どうしてもね、チームで学校で打てる時間っていうのは限られてるから、うんうん、いかにそれをこう、ね、自分の時間を上手に使って補うかっていうのが、うん、そうですね、うん、大事にはなってくるかなと。でボール当たったら大丈夫ですかね。あとはね、目がその、ね、いけるかな、コンタクトだったりすると、うん、ボール感的な感じがどうだろうな。ああ、ちょっとボール触りますよね。そうでしたね。まあ、ね、こういうボレーも一つとっても綺麗な。うん。ずっと見てられる。基本練習をずっと見れますよね。美しい。さあ、これが上からサーブかカットでいくかどうだろうな。感覚的なズレがどうか。そうですね。この一本は本当に。上岡、丸山ペアにとってもやっぱり攻めないとダメですね。丸山選手休まずに攻めていかないとダメですね。ああ、先に来ましたね。やっぱり体勢が今の、例えば上岡選手が体勢が崩れてたら多分あんなに簡単には取られなかったりとか、神経使えるボールなんですけど、やっぱりいい意味でというか、定位置にスッとくるボールっていうのはね、まあ、打ちやすいから、ね、そうなんですよね。自然とこう体がさあもう一回ですね、動いてそっちに打っちゃうと。さあ返球から、うまい、ナイスキャッチ。おお、大丈夫、マルちゃん滑ったのか滑っただけか、まあ、ちょっと今ね、上岡選手に任せようと思ったのかな。いやいや、ちょっとバランス崩れた、膝大丈夫かな。いや、ちょっとまあ負けてタイムね取ってもいい、うん、いいと思う、いいと思う、本当に高校の一本はやっぱこだわる一本やな。もうちょっと負けてもいいのにな、大丈夫かな。うん、ナイキャ、うわー、そんなに沈む、これでファイナルゲーム。そうですね、うん、これファイナル交互にサーブ片方だけじゃないですね。これも普通の普通のファイナル、ファイナル、あー、うーん、やっぱ顔に当たった後のインターバルがあって、うん、うん、やっぱりその辺のところが先に来ましたね。パッと取って取り返して、そうですね、やっぱこうああいうのがあった後に
パシモトパチンって打つのってちょっと気が引けちゃったりはするところはあるんですけどね、うん、いってもいいかなっていう勝負ですからね、うんうん、さあでももう一回リセット戦術戦法どうするかですね。ちょっと膝が痛いのかな森山選手、うん、気にはしてる、うん、それねちょっと痛くなくてもこうちょっとしたそのそうですね、ところがプレーに影響するから今のもまた難しい、ね、ゲームワン、ツーワンのツーワンですからあと2点取ったらゲームというかセットは、ねうんうん、取れてた中だった中でインターバル入って2本取られた後なんで、うん、ここはもうちょっと間を空けて1本どうせ取られたとしてもねその間がやっぱりすごい大事ですよね。さあここからでも丸山選手がやっぱり仕掛けていくっていうのは生命線やと思いますから、うんうん、ロビングしながらふわっときましたね、はい、あれがねその上から沈んでいく取りづらいね、あのボール左側のストレートの時は比較的あのボールが、いい質のコースにいい質のボールが行くんですけどね右側になった時にどうするかですよね、うん、向こう側ね今のところからはあ違わせはね上岡選手は、うん、得意なのか、うん、スムーズさがありますねこのボールね、そうですね、うん、いいですね。さあ2点離した形でサーブレシーブが変わりますね。こうなってくるとねやっぱこの次のセットまで意識した戦い方をするのかもうこのやっぱりセットでいやいやもうお互いこのゲームでしょ、うん、うん、間違いなくそれは船水上松ペアも探ろうという感じはもうないと思いますね、うん、このゲームの入りとしては仕掛けるのはちょっと上松選手は控えめだったですけどもファイナルに関してはないと思いますね。さあリズムが上岡選手も上がってきてますね。これも一緒ですね。返球した次のボールまで、まあ、馴染むというか足元に沈むような形になればあの簡単に失点する可能性が減ってきますから、うん、上岡選手たちとしてはいいですよね。その形にしたいですね。そうですね。ここまでいけば問題ないですね。うん、そうですね。さあカウント4-0このサーブねどっちか上岡丸山は前衛サーブのどっちか1本でねしっかり取ってそうですね、うん、ちょっと長いセカンドの形はしたくないですね、うんうん、ローボレケアしながらやっぱ上岡選手の左側のストレートの形ちゃんと作りたいですね。そうですね。うん、次のポイント、まあ、ここも一緒ですね。基本的にはサーブローボレーケアやっぱりいかにいい体勢で上越選手が2回打つかですね、まあ、クロスからその前で押し込んでプッシュアウトしてますからやっぱこれは上越選手が2回有利な展開になりますね。でも前に来ましたね。大きくリードしてますがあんまやることは変わらないですね、まあ、ただね5-1日本返したらね 5-3 まだ全然わからなくなるので、うん、まあ赤との返球から例えば2回ですね、うんうん、返球と次のボールを
対応できれば点数にはつながっていくと思いますね。そうですね、ここからやっても大丈夫ですね。配球として今のボールからクロス側にロビングするのが比較的少なかったので、うん、丸山選手としてやっぱもう一回ストレート展開に打つんじゃないかなっていうのは今の思ってたかもしれないですね。でやっぱ回しに行ったボールで船森選手の球の寄りが早かったんで、うんうん、やっぱポジションにつききれなかったっていうところと、その辺を戦術としてどうしていくかですね。ただこれはカット返球とその次のボールをやっぱり粘っていかないとダメですね。そうですね、ここまでいけば大丈夫だ、うん、そうですね。クロス展開でやっぱ先手取ってるんですよね、うんうん、やっぱりいい質のボールが外から飛んでってるんで、船水選手がちょっと遅れてますね。いい体勢になってないんで、本当にちょっとした30センチ40センチの差でね、うん、やっぱり今のボールを船水選手は真ん中にロビングでもいいと思うんですけど、やっぱり若い1セット目の時にクロスがスッと、どうだろうな、印象に残ってるかな。前回大会と違って、なるほど、最終セットまでもつれると、最終セットですね、なるほど、これやっぱセットで見ると面白いですね。やってる人たちは大変大変やし、多分慣れてないし、うん。話してるのは何なんですか。あれかな、タイム取る、治療するのかとかがあるかもしれない、ね、なるほど。さあ流れ的にどうしていくかですね。峰水選手、上岡選手のコートサイドとかの話かな。確認かな、うん、さあ先に上岡選手が押し込んでってる形で言うと、やっぱり7割8割ぐらい今は先手の形になってますから、うん、それをこうどう船見選手が配球を変えて、ね、もう一回、うん、ね、ちょっとこうテンポの上げた攻めというかストロークが、まあ、緩めるかですよね、うん、中にちょっと緩めにいくセンターのロープとかね、うんうんうん、ただまあカット系のサーブに対して簡単に決まる回数がやっぱ減ってきてるんで、うん、まあ、さっきの2セット目でも、まあ、ずっと言ってるように、こう返球した次の1本をまあ何とかしのいでというか、うん、そうなってくるとやっぱストローカーというか後衛の、うん、触ってる回数がどうしても多いので、うん、まあ、どちらがやっぱ先手取れるかというか、そういう形で言うと2セット目に関しては上岡丸山ペアの方が、うん、まあ、上岡選手のね、あのストロークの、そうですね、うん、まあ、仕掛けというかね、いいボールいってたんで、ウィダインゼリーを手に取りましたね。今回あの協賛スポンサーですね。そうですね、スポンサーで、スポンサーで我々も先ほどいただきましたけど、うん、はい、森永製菓株式会社さん、ウィダインゼリー、こんなんいらない、分からん、そうですよね、はい、ありがとうございますそうですね、いやこのインターバルで当然も体的にもね、多少ね、やっぱこうあると思いますね、うん、上松選手バンド巻いて、特
トレーニングかケア的なところやってますね。セルフケアですかね。あ、まあ、丸山選手がこれはやっぱ勝負いけるかどうかっていうところ、まあ、上松選手も仕掛け的にどうですかね。カット系やってる時に基本あの反面入れ替わる形がない形でいってるので、その辺も選択肢としてはちょっと見ものですね。やっぱ選手ですからいろんなルーティーンがねあると思うんで、うん、ルーティンワーク基本的にこれをね、上松選手がクロス側頬骨出る形はほとんど今はしてませんけども、うん、うん、だからカットサムの場所ですよね。どこに打ち分けてくるかですね。あの前のボールがね、やっぱ上岡選手のボールがよく沈んでますね。厳しいですね。詰めながらね、あの要は難しいのに、うんうん、上から変えましたね。やっぱりストロークのリズムを作りたいですよね。もうしか言われへん。いやいや、今のはどちらも悪くないですね。うん、おしか言われへんな。意外とね、やって丸山選手はレシーブから思い切って仕掛ける。いや、そうです ね、本当にポイントはそこは良さですよね。いいところですよね、うんうん、本当に大事なところで守全相手全員を守らないと仕方がなくなるんで、うん、しのいだ。難しい。はあ、なるほど。さあ、この1本だな。さあ、アップテンポで対応して、もう一回呼吸整えてダメですね。お互いね、このマリアンペア最終セットの1ゲーム目は多分、そうですね、うん、どっちも絶対取りたい。やっぱり簡単なミスは当然したくない中で、うん、しのぎながら攻めたいですね。そうですね。余裕ありましたね。文明選手もそろそろ動いてくるんじゃないかっていう思ってたかもしれないですね。ただやっぱそれでも足止めずにいかないとダメですね。お、今度またカットと、うん、いろいろな仕掛けてくるな、やっぱり。そうですね、うん、手数が面白いですね。いろいろあってね、難しい、楽しいけど、やってる方は大変。うん、まあ、丸山選手はちょっと前に来たボールの反応が遅かったね。半テンポだけちょっと遅かったんで、うん、予測なのか、体的なところか、そうですね。多分そういうのも、船水上松ペアは感じながらやってると思うんで、うん。うん、さあ、もう一度上岡選手は後衛前に押し込む形を作っていきたいですね。うん、さっきまでのね、あの、そうですね、前のセットの展開がありましたから、良かったから、うん、お互いサービスキープでファイナルになっていくんじゃないかという形になりそうですけどね。選択そこな、上から打たないか。ずっと打ってないか。打ってないけど、まあ、上からでもいいと思うけどな。あ、そうか、逆ロスは上からだよな。そうですよ。まあ、今まで対戦してね、そちらはレシーブ相手方の種類的にはいいかなと思ってるかもしれないですよね。うん、
さあちょっと高さ使って平面で、平面のあのストロークの形でミスが出たのも久しぶりですね、うんうん、やっぱりちょっとあっちはね右流し方向か、うん、引っ張り方向はねもう全部いいボール、ジョーカー選手は打ててるから、まあ、もしかしてそこを上松選手は狙いに行って、そうですね、うん、ここ一気に畳みかけるかもしれないですね。だこっちのストレートのね、上岡選手が今、左ストレート側にいるストレートはまだ多分抑えれてないから、うん、そうですね、ここを抑えるとまたちょっと変わってくる、これこれ、ああそうですね、今のはパターンでしょうね、うん、2人のここはね、あの上岡選手も取られてないから、うん、やっぱ2ゲーム目でいうとやっぱ上松選手が空いたところを、まあ、いい意味でこう逃してるというか、うん、まあ、残してたのが、そうですね、ありましたんで、さあここ失敗して狙われた後で、ただまあ足元ワンクッション入れながら公園前の崩しのボールを根水選手が、ああには行かないかな、普通のストロークで押し込む形で、うん、そうですね、うん、あそこな、狙ってるのまま、これもペアリングかな、そうなんですよ、もう行くだろうと、ね、やっぱり富永選手が外から打ちに行きましたけど、うん、やっぱり上岡選手のボールがちょっとやっぱ深さがちょっと浅くなってきたかな、あのボールが上ずってましたんでね、根水選手が、こうなると早いな、やっぱ5ゲームになると、うん、あのもやっぱりうまいこと言ってるな。さあ返球返してもう一回上岡選手ストロークリズム作りたいですね、うん、うん、そうですね、これやっぱここはね、でも、うん、さっき引っ張り方向の沈むボールは自信持ってね、もっとたくさん使っていったら、うん、まあね、そう簡単に抑えれるもんじゃないから、さあ、まあ、今の一本はね大きいかな、うん、きっかけにはなりそうな、そうですね、やっぱリズムもか上がってきますね、うん、ゲームの世界やな、これな。で今のロビングスッと行きましたけどね、うん、あの初球の上がってきたボールを、うんうんうん、もう一回沈めてもいいかなと思うんですよね、クロス1本目から、いや、あの真ん中でもいいと思うんですけど、リズム的にあれを緩めに行って、うんうん、よりかもう一回ヒッティングの方が今はリズムがいいんで、1個前のね、そうそうそう、カウントの流れから行くと、でもそのフィーミング上松ペアがそれを詰めてくると思っての高さの可能性もやっぱあるんで、うん、ただそこまでまだ意識してない感じやもんね、うん、その打ってくるの上にもまだ警戒してるから、うん、ただまあその形でゲーム取れたんで、やっぱ平面と上とは頭には残ってると思いますけどね、ライジングストーム、赤 M、ね、こういう時にどうなんでしょうね、賞金のこととか頭に浮かぶと思いますか。いやー、ゲーム差がもうちょっとあったりとか、今ちょっと無理かな、さすがに無理かな、勝負が楽しいんじゃないかな、
まあでもね、こういう大会がたくさん増えて、いや本当そうですよ、うん、やっぱツアー回りじゃないですけどね、そうそうそう、本当にそれだけで賞金だけでこう生活がねできるようになればまた、ね、違った、ね、盛り上がりも、うんうん、今のねこうソフトテニスが悪いというわけではないですが、うん、さあサーブから、あ、いいサーブ、あー、キスね、おいおいおい、その1本目大きな、サーブからピンまでやっていきたいですね。この、まあ、いや丸山選手がいい動きを入れてってますね。そうそう、まあね、全選手この細かい足の動き、フットワークがやっぱり、今ので言うとやっぱり緩めた中でクロス貫打ちにいってるボール2本がちょっと短くなってきてるんですよ、上岡選手が。まあやっぱそこもね、その前に来たりした時はしまった短いボール打たなあかんし、じゃあすぐ後ろになった時に深いのを打ち分けるっていうのもやっぱり難しいもんですか。いや、まあ真ん中には寄せれると思うんですよね、うん、リム選手のバック側というかセンター側には、うん、コースでね、うんうん、ただ僕はここ左側のストレートでできるんで、そうですね、おーなきゃ、すごい。いや一瞬ねちょっとこうぶつかりそうになったというか、配球してヤックロスで、そうですね、やっぱクロス展開のゆるボールで言うと、やっぱ丸山選手がこういう前のボールってやっぱバック側になっちゃうんで、うんうんうん、やっぱちょっと追っかけづらいんで、うんうん、やっぱ上岡選手の仕事量増えるんですよ、うん、ってなるとやっぱそこのボールを取るのはクロスで言うと深く押し込むかワイドカーで切るボールを混ぜたいんですけど、ただ展開の中で逆クロス展開になるとやっぱり丸山選手が先に叩きに行けるんで、うん、うん、だからそこの役割分担というか、だからこれは上子選手がクロス側のポジションになってますから、ここでやっぱり2回押し込む形、ワイド側に切るか、やっぱ真ん中ちょっと寄せてつなぎのバックを狙うような形を取らないとダメですね、この次のボール、なんとか、うん、さあ、いよいよ大詰めな、ツオール、そうですね、さあやっぱサーブレシーブ集中、さあ丸山選手もう一回ですね、ここはやっぱ勝負できるところに立ちに行って行ってほしいな、わあ、いいサーブだったな、あ、いいですね、先ほど丸山選手も3本目のクロスサーブはワンストロークの形取ってましたから、うんうん、やっぱリズム的には悪くないと思うんですよね、OK、うん、なんか裏面、そういや正面じゃないかな、びっくりするようなプレー普通にするな、あ、まあやっぱり地味ですけどやっぱりサーブの確率、そうですね、ここ上松選手レシーブちょっとなんかするんじゃねえかな、逆クロス返すんだったら船上選手前来るかもしれないし、うん、うん、あ、本当だな、
っぱあれを最後逆クロスに返して、うん、エミル選手が前に来る形で点数も取ってましたけど、うん、最後はお前生きようという感じだったのかもしれないですね、うん、あの最後のガッツポーズの後の2人の姿を見ると、うん、あーいやー、まあね、見てるこっちは楽しいけど選手はこれまた大変なねゲームになった。いやそれは天皇杯優勝した時のね、うん、やっぱりあの船水選手、上松選手の喜び方、うん、やっぱかけてきた思いがあったんだなっていうのを感じますし、うんうん、やっぱり今回のパフォーマンスもそうですけど、うん、これをやっぱこう勝ったっていう感じがやっぱりねあるんで、やっぱり賞金大会ですね、すごいですねやっぱり。上岡丸山もね、なんとかこうリベンジをねしたかった、ね、天皇杯のね、そうですね、どこでしょうけども、やっぱりあのゲームを取ってるところとそうでないところで言っていくと、やっぱ上岡選手の後衛前のクロス側のボールの精度が一つのキーワードで、うん、そうですね、そこの部分がやっぱり前半非常に良かったですから、うんうん、そうですね、うん、いやでもやっぱりお互いのいいプレーが本当に多く出た試合でしたね。この辺が勝負の分かれ目というか、いやこのお客さんいいですねやっぱりね、生で見たいと思ってこう集まってくれたお客さんなんで、大満足じゃないですかね、うん、お客さんも。あ、勝負のポイントは本当にあのたくさんありましたけどね、うん、うん、やっぱり船水上松ペアもやっぱテニスを変えながらというか、うん、そういうところもありますしね。いやー今日は一日ありがとうございました。森監督お疲れ様でした。すげえ初めてのどうでしたか解説。いやちょっと解説なのか実況なのかちょっと難しいバランスだったかもしれないですけど、いや非常にこういう場をいただいて ありがたいですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。